偉大な猫っていうね、特徴と名前を知らないとここのところは通れない、ようこそ冥界へみたいに頭と心臓が釜のところで、焼かれている罪人たちの。はい、エジプト考古学者の河合幸則です。今回は歴代のファラオが眠るこの王家の谷のお墓の内部に、どういったことが書かれてあるのかというのをご紹介していきたいと思います。ただ実際これはエジプトのその死生観のコア中のコアの話なので、ある種、現代の私たちがこういった感じだろうなというそのイメージしかできないと思うんですけれど、それをちょっと見ていきたいと思います。書かれてある内容、時代によって少し異なるんですけれど、まずこちらの方から見ましょう。ここはですね、第19王朝のメルエンプタハっていうラムセス2世のちょうど息子になるんですけれど、そのお墓に入ったところのすぐそばのレリーフになっています。ここのところではメルエンプタハ王が、ラーホルアクティと呼ばれる神様。ラーホルアクティというのは2つの地平線のホルスというような意味になっています。2つの地平線というのはまさに東から昇る地平線の太陽と、そして西に沈む地平線の太陽。この2つのホルス神に今からあなた太陽神と共に私は冥界を旅をして、そしてまた再びあなたが東から昇るような形で私も再生するんだというようなことで挨拶を行っているシーンがこのシーンになっています。古代エジプト人の考え方の中では、太陽というのはいくつもの姿があって、昼の太陽っていうのは古代エジプトは実は黄色で描いたりします。それに対して夜の太陽っていうのは沈みゆくまさに太陽で赤く焼けることから赤く表現されたりします。ここのところではその太陽円盤の中にですね、ふんころがしと、そして羊の顔をした神様が描かれているのがわかると思います。これはいずれも太陽神なんですけれど、古代エジプト人はフンコロガシを太陽を運行する神ケプリとしてみなしていました。フン転がしがね、ひっくり返って後ろ足でコロコロとフンを転がす姿を見て、古代エジプト人は天の太陽もああやって転がされているんだろうというふうに考えて、神聖化した動物になっています。私自身もね、虫はもともと好きじゃないんですけどね、唯一例外と言ってはなんですけど、フン転がしはいいかなというふうに思ったりもしています。で、このフン転がしと、そしてこちらのところが羊です。羊は古代エジプトにおいて年老いた太陽を示しています。そのために太陽が西に沈む時にある種最も力が弱くなって消えかかる炎のように冥界に入っていくわけですよね。その時の姿というのは羊になっています。ただ太陽神にその力あるものが入ってきた時に砂漠のちょうど動物であるこれは霊凰。ただ頭のところにちょっと奇妙なね、角があったりするんですけど、こういった動物であるとか、ワニとかヘビとか、ある種邪悪の象徴として動物たちが描かれ、太陽神から逃れようとしているシーンがこのシーンになります。続いて書かれるのがですね、太陽神ラーの賛歌ということで、太陽神に対して捧げるような形になっています。これ74人の太陽神の姿というのが描かれています。太陽神というのは冥界に行った時にどんどん変容していきます。その姿というのを。その姿というのがどんどん変容しながら最終的にまた東に昇ってくるというようなことになります。そして変容を繰り返しながら太陽神は冥界である種罪を犯した悪人というのを罰して、善行を重ねた、良い人、良人というのを救うというような、意味になります。亡くなった人は太陽神と共に冥界を旅し、そして東から昇るように再生復活する。そのようなイメージで捉えていました。ここにそのために描かれているの、これみんな実は太陽神なんですよね。さっきいたですね、神様たちなんかもいるんですけど、面白いのこれ、なんでしょうね。猫。こちらのところは、猫って古代エジプト人ミウって言ったんですけど、ミワーっていうね、偉大な猫っていうね、猫は、なんでしょう、蛇殺すんですよ。で、太陽神が来世に行こうとするときに、大蛇が飲み込もうとするんですけれど、それと戦ってくるのが、この猫ですね。まあ、その他、光り輝く目が語るものとかね、高められしものとかね、隠れたるものとかね、旅するものとか、まあ、いろんなこちらのところ名前が書かれてありますが、すべて太陽神ということになっています。これも実は全部太陽神です。手を挙げているのはね、祝うものってなんか祝ってんのかなっていう感じなんですが、あと善行のものとか、スカラベの方ですけれど、ここ、ふんころがし、これは明るくするものっていうふうにこう書いてあったりしますね。あと、羊の顔をしているのが、高き魂とかね、双子のもの、大地に炎を放つものとか、なんでしょうね、太陽って日本語でもいろんな呼び方ありますよね。お日様とか、夕焼けとか。古代エジプトはそれに対して全部神聖を見出していったと捉えると分かりやすいかもしれません。そして太陽神が冥界に行くと、その冥界はどうなっているのかというと、いくつかの書があります。これまあ現代の学者が分けてるんですけれど、まあその現代の学者が分けていて、古代において何と呼ばれていたのかっていうのは往々にして分からないんですが、まずここから見ていきましょう。門の書です。冥界に行くと12の門がある。そしてその12の門のところには蛇の扉があって、門のところにはこれ門扉ですよね。これはウラエウス、コブラが火を吐いていて、この扉のウラエウスの特徴と名前を知らないと、ここのところは通れないというようなことになっています。これは門の書12時間あるんですけれど、12時間目の門になっています。この12時間目の門の名前というのは、これ取り囲むものというような意味で、そこのところにこれ碑文というかね、ヒエログリフがずっと書いてあるんですけれど、まあ何と書かれてあるのかというと、彼はこの扉に住んでいると。で、彼は太陽神の、ラーのために扉を開けると。視野、というのはこれ太陽神らのこれ認識力が人格化した、そういう形があるんですけれど、その太陽神らの視野がその取り囲むものこの門にですね、太陽神のらのためにあなたの扉を開けよというふうに命じるわけです。まあそして太陽神らのためにこの扉が開くと、ここはもともと真っ暗なんですけれど、太陽神がら入ることによってここがブワッとこう光が照ってですね、その状態が見えるというようなことになっています。そしてそこのところをクリアしていくと、また次の時間へと行くんですけれど、その時には、この中にいる人たちというのは太陽神が行ってしまうということで嘆き悲しむっていう、まあそういったことなんかが書かれてあります。その太陽神の姿が描かれているのがこちらですね。太陽神の船がいて、メヘンと呼ばれるこれ蛇。これも囲うものというような意味なんですけれど、いて、羊の顔をした太陽神、そしてそれぞれ前と後ろ、戦士と戦備のところにいるのが、先ほど言った視野っていう太陽神の認識力と、ヘカっていう、これは役がちょっとある種難しいんですが、魔力というかね、魔術の力。それをそのまま人格化したような形です。これはいずれもその太陽神になります。そして、ここのところ、大体3つに分かれていて、真ん中のところが冥界のナイル川ですね。で、上のところが、これは冥界の東の岸になっていて、どちらかというと、まあ基本的にはいい人たちが住んでいる。ここのところでは、その良人たちが、良い人たちが、聖なるですね、耕作地を与えられていて、まあそこでいわゆる農耕をしているようなシーンになっています。で、下のところは西側で、通常は罪人とかが描かれているんですが、これは門の書の第5時間目で、ここで描かれているのは、これちょっと非常に面白いんですけれど、エジプト人が描かれていたら、それだけではなくて、リビア人とかシリア人とかアジア人とか、当時の世界に住むと考えられていた人々が全員描かれていて、この、いわゆる世界の民衆に対して、これも非常に不思議な表現なんですけれど、時間を与えると。生涯一生の時間を与えるという、そういったことなんかがここには書かれてあります。ちょうどこれはその太陽神、メヘン、そしてその聖なる船に乗って、ここのところ旅をしているというような、そういったシーンになっています。続いて、こちらを見ていきましょう。古代エジプトのその冥界というのは12時間あるいは12の世界で表現されるということがあります。その12の世界、これアムドゥアトの書、冥界にあるものの書というものの中に書かれていて、ここはこれツタンカーメンの壁画の一部なんですけれど、そのアムドゥアトの書の1時間目の一部、これが抜粋されているような形になります。ここはですね、ヒヒがいて太陽神ラーの訪れというのを喜んで、ようこそ冥界へみたいに言っているのがこのシーンになります。ヒヒというのは今現在もそうですけれど、東アフリカのサバンナなんかで見ると、太陽が昇ってくるとそれに向かってこうキーキー騒ぐという習性があるので、古代エジプトをヒヒがいる時にそれを見て、あれはあたかも太陽神を礼拝しているんだというふうに考えた。そういったところからおそらく来ているのではないかというふうにも言われています。そしてこちらのところ、アムドゥアトの書のこれは7時間目というものなんですけど、書かれてあるのなんか非常に不思議なことが書かれてますね。ただやはり同じように太陽神が聖なる船に乗って、アムドゥアト、この世界というのを旅しているシーンが、描かれています。面白いのがですね、こちらのところはアイジャ・アポピスがナイフで切られているシーンがあるのがわかると思います。アポピスというのは古代エジプトのこの冥界における太陽神ラーの最大の敵であり、その最大の敵アポピスというのをこの7時間目でこう退治をしているというようなシーンがこちらの方になっています。これもでもね、本当に不思議なシーンなんですけれど、ここにある4つの箱っていうのは書かれたヒエログリフによると、太陽神の遺体が収めてあるっていうふうに書いてあるんですよね。それがナイフによって守られているという非常に不思議なシーンになっています。こういったものを1時間、1時間、1時間と超えていって、最後、アムドゥアトの12時間目になると、フンコロカシの神、ケプリ神のように復活というようなね、ことが書かれてあります。そしてもう一つ書かれてあるのが、これもまさに年老いた太陽神が杖をついて、旅をしているシーンなんですけれど、これは洞窟の書という書になります。洞窟の書は12ではなくて6つなんですけどね。6つの洞窟を年老いた太陽が行くと。ただこの洞窟というのは今までのとは違って、どちらかというと、ある種のこうなんか地獄絵図というか、罪人たちが焼かれているような、そういったシーンなんかが描かれています。ここのところがそのシーンになります。これは洞窟の第5の洞窟なんですけれど、女性が描かれていますが、この女性というのが、これはヌト神という天の女神であってですね、その天の女神、これ神秘的なものというふうにここでは書かれてあるんですが、足元のところには人間の手が出てますけれど、これは大地の神として幼い太陽神、これを受け取ろうとしているようなシーンが描かれていて、あと太陽円盤を押すワニとかね、非常に不思議なシーンが描かれています。で、これはただ地獄の図であって、ここのところの方では、頭と心臓が釜のところで、焼かれている罪人たちの横のさらにところを見ると、今度は首のない、人間の、体ですよね。縛られて、そしてやはりここもブラエウスの大釜で焼かれているというようなことになっています。で、こういったやはり洞窟の太陽神が羊の顔をして、年老いたまま旅をして抜けていくと最終的には復活ということになっています。で、最後に玄室見ていきましょう。すごいですよね、この玄室のところ。これラムセス6世のお墓であり、ここのところにも本当に昔のそのままの色の宗教、テキスト、碑文が書かれてあります。これは大地の書っていうものが書かれていて、ここもさっきと同じような形ですよね。大地の深淵から大地の腕によって太陽がこう持ち上げられる、シーンなんかが、描かれています。で、上のところがこれが最も有名なんですけれど、これが昼の書と夜の書という書物になっています。これは天の女神ヌト神が太陽神を飲み込み、そして生み出すという昼と、そして夜のシーンが、描かれています。昼の方だと太陽が、天の水域を船に乗ってヌトの体の中に沿ってずっとこう、移動しているシーン。夜のシーンの方では、これもやはり陽灯の太陽神がですね、進むようなシーンが、描かれているということになっています。そしてこういった壁画というのは王によって書かれる内容というのが異なります。宗教的な碑文というのはアムドゥアトの書、門の書、洞窟の書、昼の書、夜の書ってあるんですが、それらが全て必ず王のお墓に書かれるのかというとそうではなく、王様が何らかの理由でやっぱり選んでたんでしょうね。その理由というのは今現在でもよくは分かってはいないです。ラメセス6世に関して言えば昼の書、夜の書、大地の書、そして門の書、ラメセス6世はほとんどありますね。洞窟の書、アムドゥアトの書って結構あったりします。トトメス3世だとアムドゥアトの書の全部が描かれていたりするとかね。そういった形になっています。ぜひこれも王家の谷に行かれる機会があればですね、このラムセス6世、あとセティ1世、あとトトメス3世もいいかな。こういったところに入って、この美しさというのを見てきてください。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、どんどん、古代エジプトの良質なコンテンツというのを、様々な角度から、上げていきたいと思いますので、チャンネル登録、そして、いいねボタンよろしくお願いします。